さん、こんにちは。こんにちは。横浜出身音楽ユニットコアラモードです。コアラモードです。私がギターボーカルのアンニュです。僕がキーボード、ギター、ベース、ドラムの小畑康弘です。今回ユーカリ言葉カナロコさんで連載していただいているコラムですが、はい、22回と23回目撮らせていただきました。はい、今回もね、はい、私たちにゆかりのある方お呼びしましたね。すごくお世話になっている方です。はい、はい、私たちは横浜でクイーンズパークという場所でインディーズの時からストリートライブを、はい、やってきたんですけれども、そのきっかけをくださった方です。ご紹介したいと思います。八木沢徹さんです。どうぞどうぞ。はい、一般社団法人横浜みなとみらい21の八木沢と申します。今日はお呼びいただきました。こちらも来ていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあここで一人、八木沢さんが普段どのようなお仕事をされているかっていうことをご紹介いただいてもいいですか。はい、そうですね、一般社団法人横浜みなとみらい21というのは、みなとみらいの街づくりをしている団体なんですけれども、その中で、私はみなとみらいを盛り上げる、もうみんなに知ってもらう、はい、そんなお仕事をしています。なるほど、大事なお仕事ですね。コアラモードもね、なんかその一端を担えたらなって思って横浜を盛り上げていくっていう、はい、そうですね、活動してるんですけど、もうコアラモードには、はい、ぜひ横浜みなとみらいを全国に皆さんに知ってもらえる、はい、そんな役割を精一杯果たしていただけたらなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。というわけで、22回、23回目は、八木沢さんと一緒に横浜のことであったり、出会いのきっかけであったり、いろいろお話しさせていただきましたので、ぜひ見ていていただければと思います。では、よろしくお願いします。